本日を迎えたんですけども、ナミヘというのは私のことなんですが、コンジーというのはどうやらおかゆのことを横文字でコンジーということなんですけど、ナミヘさんとおかゆの人たちっていうまあ言ってもよくわからない余計わけのわからない名前になってるんですけど、よくあの一応どういう由来でこう出会った人たちなんですかっていうのを社交辞令的に聞いていただけることがあるんですけど、一応遡りますと、私と、キーボードのジジ、それからバンマスであり、ドラムスのケニーさん、それからショーン、ギターのショーンは、もうかれこれ6年ぐらい前、2005年の3月の、3月の頭ですね。に出会いましたか、そのぐらいにシンガポールで出会いまして、そこから何回かシンガポールでもあのライブをさせて一緒にやったんですけど、でベースの鈴かっこ悪くなっちゃったヒロシさんはヒロシさんはあれですよね、もっと私たちがシンガポールにいるもっと前の時代にいらっしゃったんですよね。の十字間違いマイクで言っちゃいました。その時にはケニーさんとヒロさんはシンガポールでお会いになられたんですか？ちょっとアリルビッツということで。で、ジュンコさんはヒロさんともともとお友達？お友達。ということですごくざっくりなんですけれども、お友達がお友達を呼んでこうして一緒にライブができてとっても嬉しいよっていうことで続けていきたいと思いますけどね。大丈夫ですか皆さん？で、ずっと今2曲ぐらい日本語じゃなかった英語の曲だったので英語をやるのかなと思いきや、なんだ日本語の曲もやりたいと思いまして2曲続けてやるんですけど、さっきの曲は何だったんですかという声がおそらくあったんですか。それ私もあまりノットシュアーなんですけど、1曲目がブランニューヘビーズでやってますか。ブランニューヘビーズのドリームズカムトゥルーという曲で、2曲目は合ってる？それで2曲目は何ですか？ドランクオンラブ、バーシア、あバーシアという人のドランクオンラブという曲で、人じゃないの？人？あ人だったそうです。で、あと結構昔の曲ですね。何十年代ですか？あれは90。古い曲でディスコっぽい曲だったでしょっていうことで
次は日本語の曲をやるんですけど、さくらという人の君のためにさくらです。さくらという人の君のためにという曲と、畠山みゆきという人の耐え難くも甘い季節という曲で、いずれもすごくメロディーが綺麗な曲なので、あの演奏の方にもよく耳を傾けてくださいねということでハードルを上げてみましたけれどもじゃあ次の曲にそろそろ行きますか。俺か